六条魔の侵略者、ドラマ CD、ゴロネの日々シーン1、きっかけは信号待ち。私の名前はアイカ・マキ、悪の魔法結社ダークネス・レインボーの一員だ。私はある重要な任務を帯びてこの吉祥春風市へやってきた。その任務の一環で通うことになった春風高校への今日が初めての登校日だ。高校までは徒歩で15分。道にはちらほらと同じ高校の生徒たちが見える。そんな中をあくまで普通に、できるだけ目立たないように歩いていく。任務に支障をきたさないように慎重に行動しなくてはならない。そんな中、少し行った先の青信号が点滅し始め、周囲の生徒数人が駆け出していく。今走れば間に合いそうだ。私も走ることを考えた。だが時間なら十分あるわ。たかだか信号一つ待つ時間で何が変わるということもないわよね。そうして私は信号を見送った。私は知らなかった。別の世界の私はこの信号を待たなかったということ。そしてこの1分ほどの信号待ちの時間が私と彼女の運命を大きく異なるものにしたということも。おはよう。今日は特に寒いわね。あんた昨日もそんなこと言ってたじゃん。そうだ、昨日の試合はどうだったの？全然。県大会出場は怪しいかも。これがごく普通の高校生というものなのね。どうでもいい話ばかりで騒々しい。少し離れて歩こう。目立たないようにとは言ってもそれぐらいは大丈夫なはず。何かしら、これは獣の鳴き声。川の方から聞こえてくるわね。あれが鳴き声の主。川の中で橋脚に必死にしがみついてる。きっと何かの弾みに川へ落ちたのね。今にも流されてしまいそうだけれど仕方がないわ。弱いものや迂闊なものは死ぬ。残念だったわね。何なのよ。もう分かったわよ。助ければいいんでしょ。ほらお前、もう少し頑張りなさい。この手を掴むの。届かない。このままでは助けられない。そうだわ、誰も見ていないのだから魔法を使えば。いや、この私がなぜそんなことを。猫を助けるためだなんてレインボーハートじゃあるまいに。今すぐ何とかしないと。あの子は流されて。ああ、もう自分の好きにやるのが私たちの流儀よ。だから魔法を使う。これでいいはず。来なさい、トワイライト。大丈夫か君、手伝うよ。あの子猫を助けるんだろ。話は後だ。あ、くそ、俺でも手が届かない。そうだ、こうしよう。俺がここで君を支える。だから君があの猫を捕まえてくれ。でもさあ、俺の手をしっかり握って。分かったわ、やってみる。お前、この私にここまでさせたんだからもう少しだけ頑張りなさい。捕まえた、あげて。よし、
ねえ、怪我はなさそう。濡れているだけだわ。猫だけじゃなくて君の方もだよ。私は大丈夫そう。たった今大丈夫じゃなくなったわ。この子の身震いでずぶ濡れよ。俺もだ。寒っ。お前も寒いのね。今拭いてあげる。これでよしっと。なぜ私に体をすりつけるの？もっと拭いてほしいの？違う違う、こいつ君のことが気に入ったんだよ。君に助けてもらったってちゃんと分かってるんだろう。変な子、私と仲良くしてもあまりいいことはないわよ。いいことはもうあったもんな。お姉さんはお前の命の恩人だもんな。私が命の恩人？おっと、よれだ。悪いが俺は先に行くぞ。まだ今日提出の宿題が終わってないんだ。じゃな。想像しい人だったわね。そして数十分後、私はその彼と再会することになる。